生命様、生命様、琥珀、よかった。生命様が目を覚ましました。生命、気を失っていたようだが、もう大丈夫だ。何が起きたのか説明してくれないか。琥珀たちを守るために生命様はヤマタノオロチの攻撃を受け止めたんです。生命、お前なんて無茶なことをしたんだ。ここはわからない。ヤマタノオロチが召喚した妖怪どもから走って逃げてる最中にここに逃げ込んだんだ。地下まで入り込んだのかもしれない。この場所は、おや、あそこにあるのは何ですか。何かの廃墟のようだな。あ、印が残ってるぞ。これは、ヒロマサ、何か分かったか。源家の家紋。ここは源家の祭壇だったところかもしれない。源家の立ち入りが禁じられている場所に祭壇があると昔聞いたことがある。悪霊を鎮める儀式に用いられていたそうだ。もうその儀式は行われなくなり、ここも見捨てられたらしい。くんくん、この祭壇は壊されていますね。このままでは儀式はできないでしょう。この場所には覚えがある。でもいつ、何のために来たのか、全く思い出せない。記憶はまだ、完全には戻っていないのか。陰陽師生命。何者だ？私はスサビ。高天ヶ原より来たりし使者だ。スサビ様。お前たちは、源家の立ち入りが禁じられた場所まで来た。運命が導いたとも言えるだろう。なぜならこの祭壇はお前に破壊されたから。なんだと？生命様がそんなことを。では運命の流れを遡るとしよう。陰陽師生命。さて、儀式を始めよう。はい、源の頼光様。またこんなに幼い巫女を生贄に。源の頼光様、すでに多くの巫女を生贄として捧げましたが、邪神はまだ蘇りません。その占い師の方法、本当にうまくいくのでしょうか。おい、やめなさい。ヤマタノオロチに生贄の巫女を捧げれば、彼を眠りから蘇らせることができる。あの占い師に私を騙す理由はない。それ、あの人は私に未来を見せてくれた。ヤマタノオロチが蘇る日は、我が源家一族がよみがえる日だ。しかし頼光様、生命様はすでに私たちの存在に気づいているようです。生命様が私たちを阻止しようとしないか心配です。あいつはとっくに気づいているだろう。だがあいつでも私を邪魔することはできない。続けろ。はい、頼光様。力を感じる。我が体に湧いてくる。苦しい。まさかヤマタノオロチが目覚めたのか。ヤマタノオロチの正気が突然強くなった。
今度の生贄の巫女は正気の元は源家の祭壇だったのか。これがお前たちの言っていた悪霊を鎮める儀式なのか。違う、これは生贄の儀式だ。よくも人間を生贄に。あれはヤマタノオロチ。そうだ、見ての通りだ。希代の陰陽師生命。しかし私は儀式を完成させる。これは都を守るため。なんだと。お前もとっくに気づいていただろう。都の周りの悪鬼は都を獲物として狙い時期を伺っている。都の人間と妖怪の戦いは避けられない。さすがの阿部の生命でも全ての妖怪に打ち勝つことなどできまい。だからお前はヤマタノオロチの力を利用するというのか。邪神の力で妖怪を潰す。何が悪い。本当はとっくに気づいていたのだろう。でも止めようとはしなかった。もしかしたら心の奥底ではお前も私と同じなのかもしれないな。母上は予言していた。都は最後には滅びるであろうと。自分の力だけでは都を守れないということはよくわかっている。神の力を借りなければ、たとえそれが邪神でも。源家と邪神との関係は黙認してきた。だがまさか人間を生贄にしているとは。生命、その気高さを捨てろ。お前は自分の偽善心を満足させるために都を守ると言っただけだ。認めろ。お前の手は私と同じように生贄の巫女の血で汚れている。いや、私は人間を生贄にするなんて考えたことはない。そんな考えは許さない。己陰陽師め、生命。うわ。力を行使せよ。救急如立よ。私に近づかないで。眼中腰へい。飛べ、私の小鳥たち。この力がまだ足りないというのか。あれほど多くの巫女を生贄にしてもまだ足りないだと。源の頼光、一体どれほど罪のない巫女が邪神の生贄になった。生命、そういう自分がどれだけ罪深いか知っているのか。違う、私のせいじゃない。お前、阿部の生命は都を守るため生贄と犠牲を黙認してきたのだ。お前の心の声が聞こえる。偽善心が私を呼んでいる。まさか私は自分の心を満たすためにこんな罪を犯したのか。
この都、その存在が罪だ。そうか、やはり心の闇を全て捨て去らなくては。そうだ、いらないもの、自身の闇全部捨てろ。手遅れになる前に陰陽分離の術、金呪術がお前の闇を捨てるのに役立つだろう。陰陽分離の術、それは陰陽の断りに逆らう禁断の術だが、何が起ころうとも私は都を守る。たとえあの禁断の術を使ってでも。陰陽分離の術を使え、生命。都の守護者を名乗る私がこの手で許されない罪を犯してしまった。そうだ、私の心に救った闇を全て捨て去ってみせる。式神たちよ、私との契約を捨て、その力を貸し与えたまえ。陰陽分離の術、これが全ての始まりだ。こうして運命の支流に流れ込んだのだ。陰陽師生命、邪神は人間と契約を結んでいた。この契約によ、平安京は長い間平穏に続いてきた。しかし希代の陰陽師により、この偽りの平穏な暮らしが破壊されたのだ。運命の支流を遡るとすれば、今が唯一の機会かもしれんぞ。草薙の剣の力を借り、己の罪が生み出したものを永遠に消滅させる。しかし、草薙の剣はもう…この剣をお探しでしょうか。え？草薙の剣？なぜ八尾国様が？説明する時間はありません。もうすぐヤマタノオロチが起きてしまいます。生命さん、この剣で都をお守りください。八尾国、お前やっと見つけた、陰陽師。絶対に生命を傷つけさせない。我が魂のかけらよ、前も我を止める気か。そんな小さな力で何ができるというのだ。神楽、私に任せて。あなたに返すわ、ずっと借りていたものを。目覚めよ、時は来た。五行結界陣、飛べ私の小鳥たち。みんな死んで、私の小鳥たちよ。先に万歳。飛べ私の小鳥たちよ。
邪気を払い、魔を清めたまえ。救急如立よ。あなたに返すわ、ずっと借りていたものを。帰るの、元の場所に。あなたの魂の中に。この力はありえぬ、人間ごときに。払いたまえ、清めたまえ、救急如立よ。勝ったのですか。生贄の巫女の悲惨な運命、もう終わった。それはよかった。カグラ、草薙の剣を使うため体内に眠っていた邪神の力を呼び起こしたのだ。辛かっただろうが、よくやったな、カグラ。心配はいらない、運命の悲劇はもう終わった。また草薙の剣の使命も終わった。高天ヶ原に持ち帰る。その前に陰陽師生命、スサビ様、すべてお前から始まり、お前で終わるのだ。お前の運命はこの私でも見ることはできない。一つだけ忠告しておく。自分の心に従って運命をつかむのだ。自分の心に従うか。セメ様、カグラ様が起きましたよ。みんな、また会えてよかった。もうダメかと。いいか、カグラ、もうあんな無茶なことはするな。わかったか。うん、ありがとう、ヒロマサ。実は私、あの記憶を、あの魂の奥にあった悲しい記憶をずっと閉じ込めていたの。オロチに飲まれる辛さ、暗闇の中で聞こえる生贄になった他の巫女の恨みに満ちた泣き声を思い出すのが怖くて。でもやっと消えてくれた、カグラ。ううん、ごめん、ヒロマサ。私はカグラじゃない。あなたの本当の妹じゃないの。私はただあの子の意志を継いだだけ。私はただのヤマタノオロチの魂のかけら。そんなことどうでもいい。意志だの邪神のかけらだの、俺にはどうでもいいことだ。自分を犠牲にしてまで他人を守る優しさ、それが俺の妹だ。俺は妹を守るために戦いを続けて腕を磨いてきた。それが俺が今ここに立っている理由だ。お前が何て言おうと、カグラ、お前は俺の大事な妹だ。ヒロマサ、お兄ちゃん。ヒロマサさんはカグラちゃんには優しいですね。私の知っているヒロマサはいつもこうだ。ヤオビクニ、お前まだ許してないからな。許していただけないのも当然です。そもそも許してほしいだなんて思ってません。
なんだと？やりたいことはやりました。言いたいこともすべて言いました。では失礼します。生命さん、広政さん。おい、八尾クリーン、ったく。また一人ぼっちになってしまいました。次はもう会えませんね、生命さん。八尾君、冷たい魂を持つ者よ。なぜ朱雀門に来たのです？あなたは鳳凰の火だね。おや、不思議ですね。何がですか？冷たい魂の奥深くに小さな火種があります。まだか細いですが、暖かく燃えていますね。あなたの命の火、もう冷たくない。そうかしら。長い歳月が経って凍りついた心を、それは